はい、こんにちは、ロカユニバーサルデザイン伊藤です。今回はですね、ゲストに渡辺亮さん来ていただきました。はい、こんにちは、渡辺亮です。今2本動画撮りました。これは渡辺さんの、YouTube チャンネルで流れますので、はい、楽しみにしていただきたいですよね。はい、楽しいと思います。まあ、初めての角型フィルターと円形フィルターということでね。そうですね、はい、うんうん、2本撮りましたので、うんうんうん、まあ、かなりね、渡辺さんも角型フィルターは知らなかったんですけど、ちょっと面白いなみたいな感じに。そうですね、なんか触ったことないと、はい、ちょっとこ怖いっていうか、はい、なんかやっぱビビるじゃないですかっていうか、こんななんかなんかこうね、なんか見た目のインパクトもあるから、はい、結構なんか本当に自分でも使えるのかなとか、なんか、うん、使いこなせるのかなとか、うん、あまりにも難しいんじゃないかなとかっていう、なんかまあ先入観があったんですけど、はい、結構なんていうか、その理屈を丁寧に教えていただいたので、なんかこんな感じだったらまあ使ってみたいなと思えるし、うん、大丈夫そうかなって思ったんで、そういうところは参考になる部分が私もすごいあったんで、はい、多分皆さんにも伝わるものになると思います。だからまあ最初からちょっともう本当に初心者の方から見たっていうのもちょっと面白いところだと思うんで、まあこれから買ってみようかなとか、まあ買ったけどちょっとなっていう、まあ本当に素朴な疑問をいろいろこういただいて、それに答えたっていう形ですので。そうですね、今更聞けない的なところはい、そうですね、アップされた時にですね、SNS とかでも我々も告知しますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、はい、お願いします。渡辺さんの、はい、チャンネルも今1万3000人ぐらいね、いまして、はい、結構人気の、カメラ YouTuber みたいな。そうですね、まあ初心者の方にも分かりやすくっていうところをやっぱりテーマにやっているの で、ね、やっぱり女性ですので、すごい丁寧に分かりやすくゆっくりこう説明されてる感じでいいですね。 ありがとうございます。まあなんか自分がそもそもそのメカに弱いタイプなので、はい、なんかそのメカに弱い人に寄り添うじゃないですけど、なんかこうなんかまあ最初って知らないのが当たり前じゃないですか、はい、だからその知らない前提で、でもなんかこう一からやっていけば分かるよっていうところを大事にしたいと思っているので、なんかそういう感じで見てて一緒にこう成長していくみたいな、なんかそんな感じもあっていいですよね。そう思っていただけると一番嬉しいですはい、なのでまあそうですね、もちろんで逆にすごい長い人には私が教えてもらったりしてるので、そうですね、詳しい人は教えてほしいですし、初心者の人は一緒に学んでいけるようなチャンネルにしたいと思っているので、はい、ぜひ、まあ、ぜひね、渡辺さんの YouTube チャンネルもね、はい、いろいろストックフォトとかで頑張ってたんですけど、なかなか難しいみたいで、うん、今本当夫婦で今日も旦那さんに撮っていただいて、まあ、撮影したんですけども、すごく頑張ってますし、ぜひ YouTube のチャンネルも見ていただけたらなと思います。ぜひお願いします。じゃあ、はい、YouTube の動画アップ楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。